ジャパンカーレスキュー。就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日はヤリスクロスハイブリッド Z とベゼル EHEV-Z を3つのポイントに絞って比較していきます。ジャパンカーレスキューではヤリスクロスとベゼルのいろいろな紹介動画を投稿しておりますので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見ておくれやす。それではまずは1つ目、外装についてです。ヤリスクロスの車体サイズは全長 4180mm、 全幅 1765mm、 全高 1590mm です。それに対してベゼルは全長 4330mm、 全幅 1790mm、 全高 1590mm です。ベゼルの方が全長が 150mm、 全幅は 25mm 大きいです。若干ベゼルの方が大きいという感じですね。ヤリスクロスの見た目で特徴的なのがハイブリッド Z に標準装備のフル LED のヘッドライトです。 G グレード以下ではハロゲンタイプのヘッドライトになってしまい、見た目も変わってくるので、もし G グレードを選ぶ際はこれに関してはメーカーオプションでフル LED のヘッドライトをつけることをおすすめします。ヘッドライトが黒目がちになっていて、ヤリスクロスの大きなデザインポイントとなっています。デイライトとウインカーを一つでこなすダブルファンクションタイプになっているのも魅力的です。かっこいいような可愛いような顔つきで私は好きですね。またフェンダーなのにブラックのパーツがバランスよく配置されていて、特にボディカラーがホワイトの場合はメリハリが出て素敵です。ベゼルではどのグレードでもフル LED のヘッドライトがつきます。また EHEV-Z、 EHEV プレイでは LED シーケンシャルターンシグナルランプで流れるウインカーが採用されていてかっこいいです。新型ベゼルの最も特徴的なところというとボディと同色のグリルです。最近はシルバーメッキグリルが主流で、キラキラ系の見た目が多い中でひときわ個性的な印象を与えます。どこかクラシカルなようででも新しい、そんなかっこよさを求めている方にはぴったりではないでしょうか。また全体の水平ラインが揃えられていて、とても気持ちの良いデザインとなっています。その影響なのかサイズよりも車が大きく見えるというのもメリットですね。正直外装に関しては私にはコーオーツがつけがたく、ヤリスクロスもベゼルもどちらも好きです。ポイント2つ目、内装、車内空間についてです。ヤリスクロス Z グレードでは内装色はブラウンが採用されています。ブラウンの合成比較とベージュ系のツイード調ファブリックのシートで、個人的には好きですが、結構好き嫌いが分かれるかもしれません。収納に関しては一般的なものが付けられています。ただし、位置置きがメーカーオプションで、コンソールボックスはどのグレードでも付かないのが残念なところです。また、後席に USB の充電口がないというのも正直付けて欲しかったなというところですね。コンパクト SUV ということで、ラゲッジは大きく確保されています。ただしその分、後席に関してはちょっと狭めです。背の高い男性が前席後席に乗ってしまうと、窮屈さを感じてしまうかもしれません。それでは、ベゼルの内装についてです。さすが内装のホンダというべき洗練されたデザイン、機能的でおしゃれなのは圧巻です。カップホルダーがあったりコンソールボックスもついていて、収納に関しては充実していると思います。またコンソールボックスがあることによって後席にも USB の充電口が2口つきます。今回のベゼルから新たに加わったものとしてそよ風アウトレットがあります。運転席、助手席のエアコンの吹き出し口が不思議な形状になっていて、自然な風のようにエアコンを送風して直接風が顔に当たらず後席まで届けてくれるというものです。顔に直風が当たって嫌な思いをしたことはあると思います。これからいろいろな車のエアコンにぜひつけてほしい装備ですね。 EHEV-Z には左右独立温度コントロール式のエアコンがついています。またこのエアコンパネルがとってもおしゃれです。温度調節のダイヤルがクーラーと暖房で照明色を切り替えて表示してくれるんですが、これがとっても綺麗です。別になくてもいいといえばそれまでですが、こんな細部にこだわっちゃうのという感じがして私は好きです。内装について一番の大きなポイントは室内空間の広さです。全長が 15cm、 ヤリスクロスよりベゼルの方が大きいとはいえ、その室内空間の広さにおける差は 15cm よりももっとあるように感じます。特に大きく差を感じるのは後席の広さです。ホンダ独自技術
のセンタータンクレイアウトによって燃料タンクを前席の下に持っていくことで後席の足元が前席より低くなり足元がかなり広々になります。この広さなら背の高い男性でも十分に乗れると思います。またラゲッジの大きさはだいたいヤリスクロスと同じかなと思います。はっきり言って内装車内空間についてはベゼルに軍配が上がるかなと思います。それでは最後3つ目、運転支援の装備、走行性能についてです。最初に言ってしまうとこれについてはヤリスクロスがベゼルよりも勝っていると思います。ヤリスクロスはレーダークルーズコントロール、全車速追従、停止保持機能付き、レーントレーシングアシストの車線維持支援機能はレーダークルーズコントロール作動中はほぼ作動してくれます。運転した感想としてはハンドルが車線に合わせて固定されているような感じで、緩やかなカーブであればハンドルを自動で操作し曲がってくれます。ほぼ手を添えているだけというような感じなので、かなり運転を楽にしてくれると思います。これに対してベゼルは渋滞追従機能付きアダプティブクルーズコントロールで、車線維持支援システム L キャスは約 65km 以上で走行した時に作動するので、車速が遅い場合は自分で操作しなければなりません。この点についてはヤリスクロスの方が上回っていました。またヤリスクロスにはトヨタ車初採用の SVSC 横風対応制御付きがあったり、メーカーオプションにはなりますがカラーヘッドアップディスプレイや先行車や対向車に光が当たる部分だけを自動的に遮光できるアダプティブハイビームシステム、高度運転支援トヨタチームメイトアドバンストパークで自動駐車することができます。アドバンストパークに関してはまだ実用的ではなかったかなという感じですが、世界のトヨタが誇る最新の運転支援の装備をヤリスクロスには搭載することができるというところがありました。ベゼルの場合はカラーヘッドアップディスプレイの設定はなく、先行車や対向車を検知してハイビームロービームを切り替えるオートハイビーム、自動駐車のシステムはありません。ベゼルの良いところはヤリスクロスにも搭載されている電動パーキングブレーキ、ブレーキホールドがオートマチックブレーキホールドで、エンジンを入れ直した後もブレーキホールドを使っていたことを記憶してくれるので、ブレーキホールドを常時使うというのであればボタンを押すのは1回だけでいいというところです。ヤリスクロスはアクセルを踏んだ時に最初の方でぐんと加速できるようになっていて、ある一定の速度以上は踏んでも加速しにくい反比例の形になっていますが、ベゼルの場合はアクセルに対して踏んだ分が素直に加速する比例の形なので、アクセルの踏み出しあたりでは加速に物足りなさを感じるかもしれません。走行した印象ではヤリスクロスの方がより走りやすい車と感じたので、3つ目に関しては勝者はヤリスクロスかなと思います。それでは3つのポイントをお話ししてきましたけれども、1つ目、外装については引き分け、2つ目、内装車内空間については勝者ベゼル、3つ目、運転支援の装備走行性能はヤリスクロスに軍配が上がりました。正直に言ってヤリスクロスとベゼルの動画を作ってきた私ですが、未だに買うならどっちかという答えを出せていません。どちらにも魅力があるので、あとは好みの問題かもしれませんね。トヨタがいい、ホンダがいいなどもあると思います。この動画が良かったらぜひ高評価をお願いします。またヤリスクロスのここが好き、ベゼルのここが気に入っているなどありましたらコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。最後まで見てくれておおきに。ほなねー。